さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。62回目の今回は、去年の2020年に引退した、火の玉ストレートと称された球を投げる投手の紹介になるよ。その選手とは、阪神、メジャーリーグのカブス、レンジャーズに在籍していた、藤川球児選手だよ。二度目の募集動画を出して真っ先に出てきた同選手、一体どんな選手だったのか、早速解説を始めていくよ。藤川球児、1980年7月21日生まれの40歳。高知県高知市出身の元プロ野球選手だよ。引退後は2021年より、阪神タイガースの SA、特別補佐を務めているよ。少年野球チーム時代に、遊撃手から投手にコンバートされたよ。高知商業高校に進学すると、2年生の時に第79回全国高等学校、野球選手権大会にライト兼控え投手として、兄との兄弟バッテリーで出場。2回戦で川口を擁する平安高校に敗れたが、豊田大谷高校の古木と共に、2年生では2人だけ高校日本代表に選出されたよ。ちなみに在学中は、寺本、土井らと共に、高知サンバガラスと呼ばれていたよ。1998年の NPB ドラフト会議で、阪神タイガースから1位で指名。契約金1億円、年俸700万円という条件で入団したよ。入団当初の背番号は30。入団発表の記者会見では、10年後には優勝を3回、そのうちに1回は、胴上げ投手を経験しているわず、などと発言したため、当時一軍の監督として、会見に同席していた野村から、藤川くんは野球以外に、何か才能を持っていそう、という表現で話術を褒められたよ。1999年には、2軍で体力の強化を優先。ウエスタンリーグの公式戦でも、3試合の登板にとどまったよ。2000年に、フレッシュオールスターゲームに選出されて、リリーフで登板し、初めて一軍登録もされ、プロ初登板を果たしたが、野村監督の期待に応えることはできなかったよ。同年、高校時代から交際していた女性と結婚して、同学年、松坂世代のプロ野球選手で、最初の既婚者となったよ。そして監督が星野に代わった2002年から、背番号を名前の、球児にかけた、92に変更。先発投手として積極的に起用されて、12試合に登板し、9月11日のヤクルト戦で、8イニングを1失点に抑えて初勝利を挙げ、フレッシュオールスターゲームの、ウエスタンリーグ先発投手も務めたが、同年は1勝のみで、先発ローテーションに定着することはできず、2003年までは目立った成績を残せなかったよ。2003年のファーム日本選手権では、セーブを記録し胴上げ投手になったが、日本シリーズでは登板機会がなかったよ。なおこの年に、球団から戦力外通告を受ける可能性があったこと、またヤクルトと広島から、トレードの申し入れがあり、具体的な話も進んでいたことが、同年オフに高知から昇格して、新監督となった岡田によって明かされているよ。2004年5月、肩の故障もあって、二軍生活を送っていた頃、当時二軍投手コーチだった、山口のアドバイスを受け、フォームを改造し、高校の先輩でもある、一軍投手コーチの中西の助言で、中継ぎに転向したよ。このフォーム改造、ポジション転向によって、シーズン後半には一軍に定着。31回を投げて35三振を奪ったよ。2005年は背番号を22へ変更。この時、佐々木さん、高津さんと同じ背番号で光栄です、と語っているよ。シーズンではセットアッパーに定着すると、ジェフ・ウィリアムス、久保田と共に、勝利の方程式、JFK を形成。6月14日から7月20日にかけて、プロ野球記録となる、17試合連続ホールドを記録し、6月には月間 MVP を受賞。オールスターゲームのファン投票では、中継ぎ投手部門1位で、初出場を果たしたよ。チームがリーグ優勝を決めた、9月29日の読売戦では、当時のシーズン最多登板記録を更新する、79試合目の登板をし、最終的に登板数は80試合を記録。また、同年53ホールドで、初タイトルとなる最優秀中継ぎ投手賞を獲得したよ。千葉ロッテとの日本シリーズでは、第3戦で登板し、橋本にタイムリー二塁打にされ降板し、チームは敗れたよ。翌日の第4戦も敗れ、4連敗でシリーズを終えたよ。2006年は、開幕前の3月に開催された、第1回 WBC の日本代表に選出されたよ。背番号は、同じ22をつける里崎に配慮して、24を選んだよ。アメリカ戦では、アレックス・ロドリゲスのバットを直球で追ったよ。シーズンに入ると前年同様に、中継ぎでスタートしたが、6月に抑えの久保田が怪我で、離脱したことに伴い、抑えに定着。7月4日の横浜戦で、35試合連続無失点となり、トヨタが持っていた日本記録を更新。
7月11日には小山が持つ47イニング連続無失点の球団記録を更新したが、翌7月12日の広島戦で失点し、連続無失点試合数は38、連続イニング無失点記録は47回3分の2で途切れたよ。7月21日のオールスターゲーム第1戦では、登板前に野球漫画のような世界を作りたいと話し、先頭打者のアレックス・カブレラへの投球前に全球ストレートを予告し、1回もバットに当てさせず、空振り三振に取り、続く小笠原に対しても全て直球を投じて、空振り三振に打ち取ったよ。7月23日の第2戦では、同年からオリックスに移籍した、清原と再び対決。全て直球で空振り三振に取り、清原は、参った、火の玉や、とコメントしたよ。なお同年は中日と、優勝を争う状況だった阪神だが、7月30日のヤクルト戦で、藤川に初めて延長3イニングを投じさせるほど、決定打を欠いて引き分ける戦いぶりに、象徴されるように、オールスター終了後の、7月下旬以降なかなか勝てず、堅実に勝ち星を積み重ねる中日に、8月下旬には9ゲーム差まで差を広げられたよ。そんな中、首の寝違いで8月12日より、登録抹消されていた藤川は、8月27日の巨人戦で、8回から復帰後初登板して、勝利投手となりを立ち台に立つと、マスメディアからの批判や、ファンのヤジに対して、選手も必死でやっているということを、分かってくださいと、涙を流しながらコメントしたよ。結局チームは優勝を逃したが、藤川自身は2年連続の、最優秀中継ぎ投手を獲得したよ。2007年は開幕から抑えとして安定した投球を見せたよ。7月20日のオールスター第1戦ではセリーグから登板した9人の投手のうち最後に登場し、僕の変化球なんか誰も見たくないでしょと全て直球勝負で2、3振を奪い試合を締めたよ。9月7日の巨人戦ではリリーフ投手として史上初の3年連続100奪三振を達成。シーズン終盤にはセリーグ記録となる10試合連続登板をして2勝7セーブ、防御率 1.8 でチームは10連勝したよ。10月参加のチーム最終戦で日本タイ記録となる46セーブ目を挙げ、初の最多セーブ投手を獲得。オフには球団にボスキングシステムの行使を申請し、自分の気持ちに嘘をついたまま来年プレイするのが嫌だったとしてメジャーリーグ挑戦を希望していることを表明したが、ボスキング行使は球団に拒否されたよ。2008年は、オールスター前までに30セーブを挙げ、オールスター直後の、北京オリンピック野球日本代表に選ばれ、星野監督の構想した、7、8、9回を担当する、トリプル抑えの一角として指名されたよ。五輪では準決勝の韓国戦で、2対1とリードした7回から、登板したが同点打を浴びたよ。帰国後は同点時や大差のリード時などの、セーブのつかない場面や、2イニングのロングリリーフなど、起用法は過酷になったが、終始安定した投球で応え、9月25日の横浜戦で、通算100セーブを達成。しかし、中日との CS ファーストステージでは、1勝1敗で迎えた3試合目で、9回にタイロン・ウッズに、決勝打を浴びてチームは敗退。オフには年俸4億円で契約更改し、メジャー挑戦の思いは持ち続けるが、阪神に入って10年、酸いも甘いも知った。来年はもう1回、阪神で巨人を倒したいという気持ちが強い、と語ったよ。2009年は開幕前の3月に開催された第2回 WBC の日本代表に選出され、2大会連続2度目の選出を果たしたよ。背番号22をつけ、1次予選、2次予選の4試合に登板して防御率 0.00 と結果を残したよ。しかし直球が走らずにたびたび走者を出すなど内容が不安定だったことから、準決勝と決勝ではダルビッシュ有が抑えを務め、自身は登板なしに終わったよ。この際、抑えの経験がないダルビッシュに求められ、気構えや調整方法などについて助言したそうだよ。大会終了後、この起用法に不満があるとして、日本代表を引退するかのような報道が多数されたが、後日自身の公式サイト内のブログで、悔いが残るとか、準決勝、決勝と連投して、胴上げ投手になりたいという発言は一切していない、代表を引退するとも言っていない、と報道を完全否定したよ。シーズンでは、5月途中の時点で早くも3敗するなど、不調にあえぎ、前年までと比較して登板数が大きく減少したが、6月以降は負けなしの、5勝3敗25セーブでシーズンを終え、3年連続20セーブを達成したよ。この年のオフも、あえて喋らなくても、やることは同じ。どんな状況でも全力で前を向いて、トライしていかないといけない。ボスキングは交渉の中で、伝えていこうと思う。球団の了承がない限り、メジャーに行けないとして、2011年以降のメジャー挑戦のため、ボスキングシステムの行使を球団に申請したが、やすやすとは出したくない。ビジネス以前の問題、として拒否されたよ。
2010年は開幕から16試合連続無失点を記録し、例年以上の好調ぶりを見せたよ。この年は他の中継ぎ投手の不調で、セットアッパーが固定できず、交流戦と夏場を中心に、本来の抑え投手の役目に加えて、セットアッパーのポジションも、兼任することとなったよ。結果として例年より、イニングをまたぐ登板が増え、1イニング以上の登板した試合は、シーズン全体で12試合に及んだよ。4月13日、東京ドームでの巨人戦で、通算セーブ数で山本の130セーブを抜き、歴代単独14位と、球団記録を達成したよ。またファン投票で、6年連続のオールスターゲームに選出され、第1戦の9回に登板し、里崎、片岡、中島を迎えて投じた16球すべて直球で、2者連続三振に仕留めたよ。9月5日の広島戦で、通算150セーブを達成。9月に入ると久保田の復調で、イニングまたぎ登板は減ったが、制球が定まらず、9月だけで2本の逆転本塁打を打たれたり、それ以外でも、ピンチを招く場面がたびたびあったよ。この年の本塁打は、プロ入り後ワーストの7本を数え、防御率 2.01 と中継ぎに定着した、2005年以降では最低の数字であったよ。2011年も抑えとして活躍し、前半戦は26試合に登板して、防御率 0.76 で昨年に続いて、ファン投票で7年連続のオールスターゲームに選出され、第1戦では、2007年同様にセリーグから登板した、9人の投手のうち最後に登場して、試合を締めたよ。8月25日の巨人戦で、同点の場面で登板し、3者連続三振で1回を抑え、この登板で通算100ホールドを記録し、史上初の通算100ホールド、100セーブの2つを達成した投手となったよ。そして10月21日の横浜戦で、セーブを上げ4年ぶりの40セーブに達し、最終的に41セーブを上げて、2度目の最多セーブ投手を獲得したよ。オフにはこの年取得した、国内 FA 権を行使せず残留。契約更改の交渉でも、球団から2000万アップの、年俸4億2000万円を提示されたが、優勝を逃したことを理由に固辞し、翌年の海外 FA 権取得を見据えての、単年契約の4億プラス出来高払いで更改したよ。2012年は、この年からチームが、キャプテン制度を定めたのに伴い、野手キャプテンの鳥谷と並んで、投手キャプテンに選ばれたよ。この年も抑えとして活躍し、4月11日の広島戦で、通算200セーブを達成したよ。オフには海外 FA 権を行使し、2007年のオフに初めてお話しさせていただいた、メジャーリーグへの思いは、ずっと抱き続けておりました。今年に入ってからは全ての可能性を考え、熟慮した末やはり、長年の目標に挑戦したい気持ちは強く、考えが変わることはありませんでした。として、アーンテレムと、壇ノ村を代理人として、MLB 挑戦を表明したよ。2012年12月2日に、シカゴカブスと2年総額、年俸950万ドルプラス出来高で契約合意し、12月7日に契約。背番号は11となったよ。入団会見では、すべてが挑戦。しっかりと結果を出すために努力を重ねたい、と語ったよ。2013年、渡米前に羽田空港で、向こうで最後までやるつもりでやってくる、と語り、開幕戦となった4月1日のピッツバーグパイレーツ戦の、9回2アウトの場面で、メジャー初登板し、2球でメジャー初セーブを挙げたよ。4月7日には、不振のカルロス・マーモルに代わり、クローザーとして起用されることが発表されたよ。4月12日の、サンフランシスコ・ジャイアンツ戦では、2点リードの場面で登板し、3安打1四球1暴投の、3失点で逆転を許したものの、その裏に味方が逆転したため、メジャー初勝利を挙げたよ。しかし、13日に右前腕部の張りで、故障者リスト入り。5月10日のワシントンナショナルズ戦で復帰し、復帰後は7試合の登板で、防御率 1.17 と好投を続けていたが、5月26日のシンシナティレッズ戦で、右前腕部の張りを再発させ降板したよ。そしてトミー・ジョン手術を受けることが、5月29日に球団から発表され、6月11日に手術を受けてシーズンを終えたよ。2014年3月30日に前年の手術の影響で、15日間の故障者リスト入りをし、5月3日に60日間の故障者リスト併動したよ。7月16日に、リハビリのため永久、ケインカウンティクーガーズに移動。8月6日に故障者リストから復帰したよ。そしてオフに FA となったよ。2014年12月16日に、年俸100万ドルプラス出来高の1年契約で、テキサスレンジャーズと契約。背番号は21になったよ。2015年は、右足付け根の張りで、故障者リスト入りして開幕を迎え、5月14日に復帰し移籍後初登板。しかし2試合の登板で3失点を喫した後、17日に DFA となって、40人枠から外れ、22日に自由契約となったよ。レンジャーズを自由契約となった後、ニューヨークヤンキースと、
契約合意寸前まで行ったが、メディカルチェックで、手術した肘の状態が引っかかり、契約は土壇場で破談、藤川自身も引退を覚悟した失意で、帰国することになったよ。日本では古巣の阪神が、先発投手として獲得を調査していることが明らかになり、一部では、阪神復帰が決定的とも報じられたよ。しかし、地元の子供たちに夢を与えたい、との思いから出身地である高知で、野球人生を再スタートすることを決意し、阪神からのオファーを拒否して、四国アイランドリーグプラスの、高知ファイティングドッグスへの、入団を決めたよ。これには、かつての藤川のチームメイトであり、当時阪神球団の中米スカウトを務めていた、ジェフ・ウィリアムス及び、アンディ・シーツ両名からのシビアな報告に、球団側が及び腰になっていたことが、背景にあったと報じるメディアもあったよ。6月8日に高知市内で開かれた、入団記者会見では、登板する試合ごとに、高知と契約を結ぶ形となり、藤川自身は無報酬であること、また登板試合のチケット売上から、10% を、児童養護施設に寄付することを発表する一方、オファーがあれば、NPB に復帰する可能性については、否定しなかったよ。高知と藤川との間に契約文書はなく、試合外での行動については、球団ではなく藤川の所属する、ABEX スポーツが管理する、異例の形であったよ。そして6月20日に高知市野球場で行われた、香川オリーブガイナーズ、徳島インディゴソックス連合チームとの、オープン戦に先発し、4回を1失点という内容だったよ。2015年シーズンの、NPB 復帰期限だった7月31日までに、オープン戦3試合に登板したが、NPB 球団との契約には至らなかったよ。これに伴い、高知球団は8月4日に藤川と、リーグの基準に従った形で、高知シーズンの契約を締結したよ。8月6日の徳島戦に先発し、リーグ公式戦に初登板したが、先頭打者への5球目の投球が、頭部に接触したため、危険球として退場処分になったよ。翌8月7日の愛媛戦で、チームが6対2とリードした5回から登板し、5イニングを無失点、12奪三振の内容で、アイランドリーグ公式戦で、初勝利を挙げたよ。そして9月10日に、藤川との契約を、2015年シーズン限りで終了することを発表。当初は、最終登板として、同月16日の徳島戦での先発を予定していたが、発表直後に左足首を痛めたため、先発を回避。同カード及び、チームのシーズン最終戦では、ベンチに入ったものの、登板機会のないままシーズンを終えたよ。在籍中には、阪神を含め複数の NPB 球団関係者が、藤川の投球を視察。高知との契約期間満了直後には、中日やヤクルトが、藤川の獲得を視野に、調査を進めていることが報じられたよ。古巣の阪神では、渡米前のチームメイトだった金本が、2015年10月17日に、一軍監督へ就任。金本は監督就任の直後に、藤川へ接触するとともに、球団として復帰を受け入れる姿勢を改めて示したよ。ヤクルトも水面下での交渉で、藤川サイドに2年契約を提示していたが、条件面などで折り合いがつかなかったことから、藤川は阪神への復帰を決断。11月14日には、阪神との入団契約で合意に達したことが球団から発表されたよ。契約期間は2年で、期間中の年俸総額は推定4億円。同月24日には、球団と正式に契約を結んだ後に、入団記者会見で、背番号18のついたユニフォーム姿を披露したよ。首脳陣は藤川の復帰が決まった時点で、2014年から藤川の渡米前の背番号の22を着用していた、クローザーのオスンファンの残留を前提に、藤川へ先発陣の一角を担わせることを構想。ちなみに金本は、藤川の役割について、先発の準備をしておけば、途中から中継ぎに行ける。中継ぎの準備しかしていなかったら、先発はしんどい、と説明しているよ。もっとも、阪神球団では、2015年12月で、音の残留交渉が決裂。藤川自身は、この時点で、先発以外の役割も、担う姿勢を示していたよ。2016年には、先発投手としての調整を、春季キャンプ以降も継続。オープン戦では、3月6日の巨人戦で、NPB 復帰後初登板を果たすと、先発でチーム最多の2勝を挙げたよ。公式戦では、中日との開幕カード第3戦で、先発投手として、NPB 復帰後初の公式戦に登板。4月3日の DeNA 戦にも先発すると、6回を2被安打無失点という好投で、NPB 復帰後初勝利を挙げたよ。また、NPB では2003年9月19日の巨人戦以来、自身4580日ぶりの、先発勝利であったよ。しかし、14年ぶりの甲子園での先発登板となった、4月10日の広島戦で、自己ワーストの7失点と、復帰後初黒星を記録。
結局、5試合の先発登板で1勝2敗、防御率 6.12 と振るわなかったため、5月中旬から、再び救援投手に転向。同月18日の中日戦では、本来のクローザーであるマテオや、セットアッパーのドリスが体調不良で、ベンチ登録を外れたことから、1点リードの9回表に、復帰後初めてクローザーとして登板。NPB では、2012年9月15日の巨人戦以来の、セーブを挙げたよ。さらに、ドリスが登録を抹消された、4月19日の中日戦でも、同点で迎えた9回表に登板。復帰後初の連投であったが、チームが9回裏に、サヨナラ勝ちを収めたことによって、復帰後初の、救援勝利を記録したよ。7月26日のヤクルト戦では、8回表に登板すると、大引けからの三振によって、NPB、MLB 通算1000奪三振を達成したよ。なお、救援投手としては38試合に登板。チーム事情に応じて、セットアッパーやクローザーを担いながら、甲子園で16登板試合連続無失点を記録したほか、4救援勝利、3セーブ、10ホールド、救援防御率 3.58 という成績でシーズンを終えたよ。そして2017年には、背番号を復帰前の22へ戻すとともに、セットアッパーとして、レギュラーシーズンをスタート。4月6日のヤクルト戦では、延長10回表からの救援登板で、2イニングを無失点に抑えると、原口のサヨナラ本塁打によって、シーズン初勝利を挙げたよ。また、この救援勝利によって、NPB 公式戦での通算ホールドが155に達し、ウィリアムスの持つ球団記録を更新したよ。この年のセパ交流戦最初の試合であった、5月30日のロッテ戦では、8点リードの9回裏に登板すると、先頭打者の角中の見逃し三振によって、NPB 史上146人目の、NPB 一軍公式戦通算1000奪三振を達成。レギュラーシーズンでは、一軍公式戦52試合の登板で、3勝無敗、6ホールドをマーク。起用法の影響で、2004年以来13年ぶりに、セーブを記録できなかったものの、防御率は 2.22 を記録したよ。2018年には、レギュラーシーズンの開幕から、主に中継ぎで登板。セパ交流戦の期間中からは、一軍の救援陣で、戦線離脱者が相次いでいたことを背景に、セットアッパーやクローザーも務めたよ。6月16日の楽天戦では、1点リードの9回裏に、究極ローザーとして登板すると、無失点でしのいだ末に、公式戦2年ぶりのセーブを記録したよ。7月21日の DeNA 戦の7回表には、宮崎から見逃しで三振を奪ったことによって、救援登板では球団史上初めての、NPB 一軍公式戦通算1000奪三振をマーク。9月5日の広島戦では、球団史上最多の一軍公式戦通算、701試合登板を達成したよ。しかし球団史上最長の、14連戦が見込まれていた9月下旬に、右肘痛で戦線を離脱。それでも、前年を上回る53試合に登板。150キロ台の球速を、再び連発するようになったストレートを武器に、5勝3敗2セーブ21ホールド、防御率 2.32 という成績を残したよ。シーズン終了後の契約公開では、この年に2軍監督を務めた矢野が、1軍監督へ就任したことを背景に、クローザーへの本格復帰に、挑戦する意向を明かしているよ。2019年には、オープン戦からコンディションが上がらないまま、中継ぎ陣の一角として開幕を迎えたよ。開幕後も不調で、4月6日の広島戦で、1イニングに本塁打を浴びるなど、精彩を欠いたため、翌7日から自身の希望で2軍調整。その一方で、1軍へ再び昇格した、4月27日の中日戦から、6月11日のソフトバンク戦まで、18試合連続無失点を記録したよ。その間には、5月8日のヤクルト戦で、通算142ホールドの、球団記録をマーク。6月11日のソフトバンク戦で、通算のホールド数が150に達したことによって、同一投手による150セーブ、150ホールドという、NPB 史上初の記録を樹立したよ。オールスターゲームにも、セリーグの監督推薦選手として、7年ぶりに出場。甲子園での第2戦で9回表から登板すると、オール直球で、三者凡退に抑えたよ。ソラーテ内野手が入団した7月には、当時不調だったドリスが、外国人枠との兼ね合いで、登録を抹消された26日から、クローザーに再転向。当初はドリスが一軍へ復帰するまでの、暫定措置だったが、実際には転向後に好投を続けたため、ドリスの復帰後も、シーズン終了までクローザーを務めたほか、8月31日の巨人戦で通算235セーブを達成したよ。レギュラーシーズン全体では、4勝1敗16セーブ23ホールド、防御率 1.77 という好成績で、シーズン最終盤の6連勝と、CS 進出に貢献。
また、通算のセーブ数が243にまで達したことによって、迷宮回入りの基準の一つである、公式戦通算250セーブのクリアを、射程圏内に収めたよ。CS でも、DeNA とのファーストステージ、巨人とのファイナルステージに、2試合ずつ登板すると、いずれも無失点でしのいだよ。2019年4月の登録抹消中に、現役からの引退を球団に申し出たよ。この年には、球団がシーズン中に帯同保有。藤川自身も一軍への復帰後に、クローザーへ帰りがいたことから、シーズン終了後の契約交渉で、球団側と話し合った末に、翌2020年も、現役生活を続けることを決めたよ。その際に、推定年俸2億円という条件で、契約を更改。契約期間は1年で、更改後の記者会見でも、来年から2年以上現役を続ける気はもうないので、単年で契約を結んだ、と明言しているよ。レギュラーシーズンの開幕後は、2セーブを挙げた一方で、救援の失敗が相次いだため、右上肢のコンディション不良を理由に、2度にわたって登録を抹消。そして2度目の抹消中に、この年限りで現役を引退する意向を、改めて球団に申し入れたよ。球団は、この申し入れを受諾した上で、8月31日に、球団本部長の谷本を通じて、藤川の引退を発表。発表の際には、前年の引退の申し出から、現役続行までの経緯に加えて、藤川から、右肩のコンディションが、手術を要するほどにまで悪化している、との報告を受けていることが、初めて明らかにされたよ。2020年は、コロナウイルス感染拡大に伴う影響で球場に、5000人までしか、観客を入れられない状況が続いているので、自分からもできるだけ早く発表したい、という意向に沿って、チームがシーズンを折り返した、9月1日に引退記者会見を開催。27歳頃から引退を意識していたことを、明かした上で、引退を決断した理由に、1年間にわたって、身体のコンディションを整えることが難しくなったので、プロとして失格、を挙げたよ。また、通算250セーブの達成に、固執しない姿勢を示しながらも、阪神へ入団するときに、3回優勝すると言っていたにもかかわらず、22年目のシーズンで、まだ2回しか経験できていない。今年は3回目のチャンスが来ているので、もう一発頑張りたい、という表現で後半戦の一軍復帰を誓ったよ。引退試合を迎えた11月10日の巨人戦、9回に現役最後のマウンドへ向かったよ。8回終了時点で、チームは0対4と負けており、坂本、中島を連続三振に切り、重信はセカンドフライ。最速は149キロだったよ。最後の舞台はセーブ機会に恵まれず、これにより、日米通算セーブ数は245のままとなったよ。そして2021年から、フリーの野球解説者を務めるよ。また、阪神 SA、特別補佐に就任することが発表されたよ。チーム運営、選手、スタッフへのサポートのほか、少年野球や、女子野球へのサポートも含め、幅広く活動するとしているよ。そしてここからは、エピソードを紹介していくよ。球児という名前は、父が草野球でノーヒットノーランを達成した翌日に生まれたため、起源から、球児と名付けられたそうだよ。また幼少期は、喘息を患っているなど、決して丈夫な体ではなかったそうだよ。巨人の斉藤の大ファンで、野球を始めたきっかけの人。あの人がいなかったら、野球をやっていなかったと語り、グラブとマジックを持って、サインをもらいに行ったことがあるそうだよ。藤川は、もともと先発投手としてプロ入りしたものの、当初から、中盤以降に球威や、制球力が大幅に落ちる、という傾向が見受けられていたよ。そして、2004年に一軍監督へ就任した岡田は、この傾向を踏まえて、先発で伸び悩んでいた藤川を、救援要員へ転向させることを決断。当時の二軍投手コーチの山口は、藤川に対して、上から投げ下ろすように、ボールを叩きつける感覚で投げろ、というアドバイスを送ったそうだよ。これを機に、下半身を使って、しなりを残しながらも、右膝をあまり折らずに、溜めを作って投げ下ろすフォームに改造。軸足をうまく使う方法を身につけたことで、球速が急激に増加したよ。ちなみに、NPB の一軍公式戦のみで、1000奪三振を達成した投手としては、2017年5月時点でただ一人、完投を経験していないよ。高知へ入団してから、阪神への復帰直後までは、トミー・ジョン手術を受けた、右肘への負担を軽減させるなどの目的で、先発に再転向していたそうだよ。2005年4月21日の巨人戦にて、7回裏2アウト満塁で清原に対して、フルカウントからフォークボールで三振に打ち取ったが、試合後には清原から、フルカウント2アウト満塁の場面で、フォークを投げるような逃げ腰のピッチングは、臆病な投手の判断、という趣旨の罵倒を受けたそうだよ。しかし藤川は、あの一件のおかげで、僕はストレートにこだわるようになった。
自分を常に磨かないといけないと思うようになった、とこれに発奮し、6月25日に再び清原と対戦した際、今度はストレートで三振を奪ったよ。これに清原は、乾杯。僕が20年間見てきた中で、最高のストレートですと、藤川を絶賛したよ。星として、藤川のストレートを受けることが多かった矢野は、大げさに言うと魔球に近い。プロの選手がまっすぐを待っているにもかかわらず、そのまっすぐで空振りを取れる。そんな投手は今のプロ野球界にはいない。間違いなくナンバーワンのストレート。と評しているよ。また2006年の WBC で、藤川との対戦経験を持つアレックス・ロドリゲスは、あんなストレートは見たことがない。下から上がってくるんだぜ、と証言しているよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、最初から抑えをしていたわけじゃなかった、そう思ったね。入団当初は先発をしていたのは知っていたけど、JFK と称されていた投手陣の中で、セットアッパーを務めていた。その後抑えに転向し、多くのセーブを上げていく、ウプ主はそのあたりから見始めたから、抑えの印象が強かったみたいだね。ただ、引退試合となった巨人戦はリアルタイムで見ていて、久々に藤川選手の投球を見たけど、明らかに他の投手とは違う球を放っていて、まだまだやれるやろ、そう思ったよ。最速は149キロ、ただ他の投手が投げる149キロとは、球の質が違う。どう表現したらいいのかわからないんだけど、とにかく、これが引退する投手の投げる球か、と思ったね。たくさんいる抑え投手の中で、みないろんな選手を挙げると思うけど、ウプ主の場合の抑え投手は、藤川選手だと思うよ。ということで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。